アメイロココアは、日本の声優ボイス電子漫画作品。ヤムより2013年5月に第1話がリリース。2018年2月現在、第6話までリリースされている。喫茶店、レイニーカラーを舞台に、大学生たちのめくるめく日常を描いた、ハートフルコメディである。主題歌は、徳良ラミドリが歌う、レイニーココア。いつも様々な不幸に見舞われる、大学生、徳良ラミドリ。 中でもその日は、立て続けの不幸イベントに襲われ、挙句の果てには、電車の中で見知らぬイケメンに、キモいと言われてしまう、最悪の日のことだった。雨の中、平気は、たまたま通りかかった、喫茶店へと足を踏み入れる。ひっそりと佇むその喫茶店の名は、レーニーカラー。穏やかな空気に満ちた店の中、出された一杯のココアに心が癒されるのを感じた。平気は、そのまま、 レイニーカラーでバイトをすることになる。だが、そこへ来店したのは壁を、キモい呼ばわりした、あの、イケメン、岩瀬圭一。喫茶店、レイニーカラーに集まる面々が引き起こす、ハートフルコメディ。ラジオ色ココアは、2014年9月5日から2019年3月28日まで、ラジオ大阪で毎週金曜日23時45分翌く時 ラジオ日本で2014年9月5日から2019年3月29日まで毎週金曜日0時0時15分に放送中のラジオ番組またパケディオにてバックナンバーが配信されているアニメ第4期アメコンに合わせ2017年10月12日から2018年10月18日までラジオアメコンのラジオ名で放送されアニメ第5期 雨、色ココアサイド G に合わせ、2018年10月25日から2019年3月28日まで、ラジオ色イロココアサイド G のラジオ名で放送された。2014年12月6日に、主題歌、レーニーココアの発売記念イベントにて、アニメ化決定が発表され、2分枠の短編アニメとして、2015年4月から6月まで、東京 MX、 サンテレビにて放送された。電子漫画版のスピンオフ作品。7月17日に全12話を収録した DVD が発売された。2015年10月より12月まで、第2期、雨、色ココアレーニーカラーへようこそ。が、10分枠の短編アニメとして放送された。アニメパートは、第1期同様2分で、残りは、出演声優によるトークとなる。 2016年10月より、第3期、雨、色ココアインファイが放送された。2017年10月より第4期、アメコンが放送された。2019年1月より、第5期、雨、色ココアサイッグが放送された。イ色ココアレーニーカラーへようこそ。に関するカテゴリー。イ色ココアインファイに関するカテゴリー。メコン。に関するカテゴリー。 アメイロココアサイッドグに関するカテゴリー、ありがとうございます。